一般業と女優さんの最大の差を発見した。おお、なんすか。なんすかそれ。なのもーてっちゃだそーねー。おたかし、これ渋谷やないかい。おお、渋谷来ましたよ。ついに我々のチャンネルが2周年を迎えました。ええー、マジでありがとうございます。皆さんのおかげでございます。なんと2周年と今日は2周年ということで、とんでもない風に言ってもらいます。なんとですね、このチャンネル一番の高級店に行ってもらいます。マジで。いやちょっと待って、高級店って言っても今まであの超有名吉原ライオンズクラブってとんでもないとこあったで、それの上行くって。そうっす。なんと今日のところはですね、90分9万5000円になります。マジで9万5000円でもすごいのに90分でえげつないって高い。今日のところがですね、超有名 AV 女優の方が在籍しておられるらしいです。マジで、はい、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃプレッシャーもあるから。いやそれはご褒美なんで、でも今日は存分に楽しんでいてください。パーマン2号だ。全てを今日出しますってことで、パーマンさん本日の料金になります。おい、これひょっとしてまんじゅうって。そうです。これが90分9万5000円の式。ちょっと待って、重い。2キロある。2キロそんなないっすよ。あ、そんなない。高橋、いくぞ。いや、俺高橋、ビオリやで、これ。おー、ビオリっすね。今日はビオリっすわ。いや、もう夏もすぐそこ、はい、最高の女優さんもすぐそこと。そうっすね。ドッキリがないやろな。皆さん、もう一度確認しておきましょう。なんと90分9万5000円10分1万やで。すごいっすね、そう考えたら。今まで高級泡っていうところもいくつか行かしていただきました。今回はなんと渋谷でそれを超えるという。それは何なのかっていうと、一流現役人気女優さんやからという。そうですね。渋谷の超高級名門のあの姉もね、はい、女優さんに皆さんペンタゴン通用すると思いますか。あなたね、どう SKBO だなんだか知らないけど、こんなもんなのねって突き返される可能性もあるがな。おで思い出したんですが、はい、パーマン2号はやってると。おー、なるほどですね。動画にあることないこととか何も発信してなかったりするかもしれませんけど、はい、ツイッターよろしかったらチェックしてください。あと何と言いましても、チャンネル登録、こちら皆さんよろしくお願いいたします。たかしの方からも一言お願いします。いやー、お願いします。ぜひぜひ。たかしもね、今皆さん見えてないと思うんですけど、号泣してますから。今まで味わったことのない高鳴りや、これ不整脈かも。たかし、ついたかな。おー、ついたんすね。ドキドキするな。しますね。悔いのないように行ってくるわ。いってらっしゃい。2回も3回大丈夫ですか。大丈夫なわけないやろ。いやー、どうでした。屋上の上の頂上を見た。おお、これが最高級なんだっていうことが全身で教えられた。おお、いよいよ来ました。ピンポーンと。ドキドキしながらゆっくり重たいドアパンが開けた。激川、激川スタイル激推し。おお、綺麗なワンピース。おシルエットラインがもうすでに見る者の目を奪うライン。おお、腰のビレ、そして爆突です。おお、そうなんですね。で、俺この辺しかまだ見えてなかったけど、はあ、真っ白。おお、人形より白い。人形にもよるが。ちなみに芸能人で誰に似てるとかあるんですか。誰に似てるか、ズバリあの浜辺美波。おお、奥川です。へえ、TikTok とか浜辺美波にめっちゃ似てるっていうので、すでにもうバズってる。あ、そうなんですね。実際半端じゃない。へえ、身長とかはどんなもんですか。身長がね、ほぼ俺ぐらいある。なんと高身長っていうのも一つのセールスポイント、いわゆるもう究極のモデル体型。おなんと170センチちょい、手足激長。おお、激細なのに96のシェイトです。おー、す
げえ。俺も全身全霊で丁寧におもてなしをできるだけ俺からもしようということで二人で軽い世間話だった。はい、女優さん名とか言っていいですかね。バカだれ。ここに関しては A な V の女優さん名はこの動画上では言えません。あ、そうなんですね。ただ俺が体験した風でのお店の源氏名は OK。 お、そうなんですね。こちらが辻しな女。おお。俺の今までの女優さんのイメージっていうのもこちらの一流女優さんが覆した。へえー、どういうことですか。俺は今まで何人か女優さんっていうのを見てきたけども、はい、驚くぐらい礼儀正しさとポップなところが融合してて誰からも愛されキャラ。おお、そうなんすね。もう一言で言うとちゃんとしてる。そうなんすね。賢さも感じる話の要所要所で IQ700 ぐらいすごいっすね。そんぐらい、まあ、賢さっていうのも話してれば誰もが感じる。俺もどういうタイミングで俺はアパレル製品に手をかけていいの。もちろんここは待つんじゃない。なんせ90分、95,000円。1分たりとも無駄にすんなよ。確かに。ここでスーッと先制攻撃でアパレル製品を取りました。そしたらじゃあ私もなきゃですねみたいな感じで、そこでもちゃんと恥じらいを軽く見せつつも俺に背中を向けつつ見えそうか見えまいかぐらいの角度でアパレル製品を取る。おー、俺は少し牽制しながらも辻ちゃんがアパレル製品を取る姿、俺は自分で取りながらも服の繊維の隙間からこうずっと見てる。すごいっすね。ガン見してたんすね。はっきり見えました。そしてお互い生まれたままの姿になり、いよいよ高まるボルテージを冷静に冷静にしながら二人でワシャッ。なんて綺麗なんだ。ほんとなんか外国人のような白さピンクさ。おお、そんな白いですね。ほんまに白い。そのジェイトツの先は一般的なサーモンピンクの100倍ピンクという。おー、極ピンです。おー、スーパーモデル体型。手足激細で爆突っていうパターンの上、信じられないぐらい低確率だから。いないって。あー、そうなんすね。そうそういない。そこに入ったんだけども気がついたら自分だった。想像してもらいたいとか、はい、何かとんでもない奇跡が2000個重なって浜辺美波と一緒にホテルに入りました。プロに入りました。皆さんその時浜辺美波に体振ってもらおうと思いますか。自分だったんですね。それと同じ気持ちになった。なるほどですね。だから俺は自分でサササササでもちゃんと一応 A は猿山のポスター。やっぱそこは絶対なんですね。分かった。申し訳ないではないけども俺はそういうのが普通でしょぐらいの気持ちに思わずになってしまう。ここでやっぱエチケットはもう俺がサササッと先にウォッシングしてすぐ出る。でここで完璧に拭いて二本立ちして待ってバスタオルを準備しておく。一流現役人気女優さんが出てきました。いよいよ俺とシナジョーはお互い目の前の長方形のリングと二人でイン。おー、改めて目の前で見るとうわでかっ。なぜならジェイトツ。おー、それぐらい有名な女優さんになるといろんな情報がやはり世の中に出ていく。こんな話がいっぱい出て女優界一位柔らかい。そうなんすね。俺は実際どうなんだろう。飛び込みました。激ヤバ。激しいっすね。尋常じゃない柔らかさとそして優しさ。どれぐらい柔らかいっすか。初めてマシュマロを食べた時の1万倍ぐらい。おー、やばいっすね。どれぐらい優しいっすか。キロロぐらい。めっちゃ優しい。おー、なるほど。今までに体験したことがないレベルの柔らかさ。おー、そんなになんすね。ふわふわとかいうレベル超えてるの。へぇー、どんな作りの。すごい。ここで俺はあることに気がついた。おー、なんすか。その柔らかさ、優しさ、美しさ含めて特筆すべきシナちゃんの特徴が皮膚がむちゃくちゃ
薄い。へえ、そうなんですね。皮膚が薄いって一つの美人の条件。あ、そうなんすか。たまにね、こう血管とかが透けてるような女性とかいるでしょ。ああ、確かに。あれって何なのかっていうと皮膚が薄い。ああ、なるほど。全て透き通って見えるような錯覚に陥る。多分その皮膚の薄さっていうのも相まってあれだけ柔らかい。驚きと感動をかみしめながら極上ヤワジェイを堪能して、そしてだんだんと俺は下ってきました。ほんと血もすんごい薄い。ブラ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 。氷室京介。激しいっすね。そしていよいよむちゃくちゃ綺麗な旬のマロンと目が合った。おお、なるほどっすね。ただこれは最初のトーキング中に実はクン MI 早々到達しないっていう、はい、宣戦布告を受けてた。あ、そうなんですね。要はペンタゴンで私はそう到達しませんよっていうのをあらかじめ宣告されてた。あ、そうなんですね。それはなかなか手強いじゃないですか。人数だやし、俺には全国全世界のファンがどんな情でもペンタゴンで到達に導く、それがパーマン2号だろうと。その姿を背中を見せろよ。今皆さん思ってますね。そうですね。うなずいてるやろ、はい、俺は過去一番の最高の集中に高めて、ここで今まで使ったことないあのペンタゴンを出した。なんすか、それが。NI で全く到達しないという現役一流女優さんを1分で到達させたと。さすがつけますね。何の技なんですかそれは。これがペンタゴン投げ回。何すかそれ。すごいですね。どういう技なんですかそれは。投げというのはこの風のね、ここに止めると、本来は波打ち際に立つ波とか穏やかに止める、こういう意味合いがあるのが波なんだが、俺は一見皆さんご覧のようにとても激しくロングペンタを行っているように見えてますが、これはジョーの私は君 NI では到達しないというような概念を実は止めてた。なんかよくわかんないですけど、すごそうですね。すごすぎる。まあそのナギの改良バージョン。なるほど。そもそも今までの動画上では一応まだペンタゴンナギも出してなかったんだけども、今回はいろんな事情を加味して特別にもういきなりナギ改良。まあじゃあそのうちナギも出るんですかね。まだ。まあそうかもな。ここで明らかに到達したチナ城に俺は心の中でガッツポーズ。おお、なるほど。立て続けに多分 4,5 回到達した。おお、すごいですね。超有名女優さんを。俺もね、胸を撫で下ろした。やってみたら何回があってよかった。なるほどっすね。でその時俺嬉しかったんだけど、はい、まあ嘘か本当かは置いといて、はっきりとその後言われた。私本当にクン NI で本当到達しないんですけど、本当すごいですね。おお、めちゃくちゃいいんですけど。おお、すごいじゃないですか。皆さん、俺は現役最新一流女優さんからお褒めをいただきました。皆さんのおかげです。俺はここでもう一つ大きなハードルを超えた。満を持してゆっくりと講習交代。おお、なるほどですね。現役のめちゃくちゃ綺麗なふわふわ J トツの女優さんが一体俺に何をどんなことをしてくれるんだ。いよいよ身を委ねたら流れるような刺激を、そして突先で滑らかに下り、いよいよ綺麗なパッチョが始まった。おお、なるほどですね。俺の3号はもちろんそのと運転より硬くなった。あの
ここも5万倍です。硬いっすね。でもこっから俺の3号の両サイド、ワンストライクツーボールのツーボールもまさに這うように、そしてここでなんと辻ちなじょはロング BERO でもめちゃくちゃ有名。あ、そうなんすね。9センチ以上、へえ、めっちゃ長いんです。そうなんすね。見てください、へえ、激長です。すごいっすね。ちなじょが俺を這うようにロングトルネードスネークと。おお、すごそうっすね。全部何かちょっとやっぱ感触が違う。ああ、もうめっちゃいいと。ああ、最高って思いながら、ゆっくりと騙し騙し、そうなんです。やっぱり、あれをしてくれるのかどうか、恐る恐る、ゆっくりと、木をリフトアップして、一流ジョイルさんから、ゲット。おゲットしたんすね。そうなんです。おお、なるほどっすね。今マルエツも驚いてたでしょ。気がついたら少量のローターを俺の運転になりきった3号にスーッと当てがい、極上の SU またが始まった。おお、なるほどっすね。今までの SU また史上、はい、級でしょ。お、そうなんすね。そしてね、ここまで一般的な流れなんじゃないのみたいな風に思われてるかもしれません。でも俺は実は一般業と女優さんの最大の差を発見した。お、なんすか。それはズバリ目線。どういうことですか。要はこうクッくって最初から最後までプロの目線で俺を見続けて進行していく。明らかに普段プーに行ってる時のジョーの目線とは全然違う。プロの女優さんの目線。へえ、なるほど。これが信じられないぐらいボルテージがこっち上がる。やっぱあれなんですかね、カメラで撮られてるからとかいうのもあるんですかね。その通り、付き合い遊びが一切ない。はい、行きます、よーい、スタートって言われてる時の、ね、おお、なるほど。本番中の目線なんだから、それだけ本気の目線でずっと来られたら男も本気の目になって本気になる。おお、なるほど。こっから騎馬戦でグラインドしながら極上 MATA でロデオクイーンで待っていますと、その時もどんだけ体勢がバランスがってありようが必ずキュッ、俺から目線を発さない。おお、なるほど。俺は気づいたら、あ、ちょっとチラ城最高すぎるって、うわー、柔らかい、これが世界一の柔らかい J-POP かー、ダパーチ。おお、パーチなんすね。来た。おお、お疲れ様でした。やっぱすごいっすね。これはプロだ。今感動したよね。はあ、気がついたら俺は軽くトントンって汗を拭かれて、シナジョーはスッと消えるように一瞬でワーシャーに行き、綺麗にしてスッて戻ってきた。これは俺も続けとばかりに、俺も一人ですぐワーシャーに行き、ウォッシングして戻ってきて、また長方形のリングで一緒に横になった。すごかったねみたいなことを話しながら、いや待てよと、このまま俺は余韻タイムで終わらないぞと。ちなみにあと何分ぐらい残ってんすか。30分あるかないか。おお、なるほど。一旦そこでちょっと飲み物を飲んだり、こっちが気を抜いたらもう服を着て部屋から出て行ってしまうんじゃないか、そんな危機感も覚えつつ、もう一回味わいたいと。おお、なるほどですね。はっきり申し出て、もちろん、うん、全然いいですよ。おお、こうって待って、ホテイトモエスみたいな。またラストペンタゴン何回。おお、いったんすね。ラスペンです。おお、あ、やっぱすごいなって、ここで俺はハンドも味わいたいということで、ハンドして、おーローウォーターハンドで、こっちではコツ先、その時でもローウォーターハンドだろうが何だろうが常に目線はキュッ、この目線がたまらんで、へえ、なるほど。この辺もプロだなって思ったんだけど、俺ハンドで正直高まった、ハンドでわー、高まったちゃんちな最高と、辻ちゃん万歳ってこうなってるところで、なんと、あ、もうすぐパワーアップするんじゃないかって悟った瞬間に、流れるように俺の HIP の下にスッと足を入れて、なんとふわふわジェイズ RI。 おー、あ、もうすぐってところで、あ、さっさっさ
さっき。おお。そしてマジでガー感動しすぎる。そして俺の方を見てる、しっかり見てる。パッチ。いったんすねー。した。お疲れ様でした。究極の90分。おお。他のキャストさんも結構それぐらいレベル高いんですかね、みんな。バカだれ。その通り。あ、そうなんすか。今日俺が潜入したこちらのお店は渋谷の超高級名門のあの姉もね。はい、そうですね。そしてこちらはいくつもコースがあって、その中でプラチナ、ブラック、ラグジュ。おお、高級って感じですね。っていうのがあって、俺は今日90分9万5千なんだけれども、最安だったらなんと2万7千から遊べる。あ、そうなんですね。これはどういうことかっていうと、2万7千円という価格で今好きな女優さんと遊べるかもしれないと。おすごいよね。まあそれぐらいレベル高い子がいっぱいいるってことですね。そうだから、女優さんがわんさかいらっしゃるお店が27から遊べるっていうことは、そんなチャンスもあるってこと。ちなちゃんはもちろん最高級のプラチナコースです。おお、なるほどですね。いやー、ママさん2周年&最高級総括お願いします。究極体験あたす。ほんまにすごかったですね。すごかったな、はい、皆さん先にこれを言わせてください。皆さんのおかげです。本当にファンの皆さんありがとうございますと。いうのをね、お伝えして、俺はよくこういうことを言ってる。渋谷っていうのは夢が叶う街だぞと。はい。俺はまた一つ大きな夢をこの渋谷で叶えられたと。そして見てる皆さんも、もちろん叶えられる夢がここにあるっていうことを忘れちゃならないよ。なんと2万7000円からあなたもこの渋谷で夢がつかめるかもしれないんじゃない。ここにつかみに来い。